福岡ソフトバンクホークス対千葉ロッテマリーンズのゲームバッターボックスは8番今宮。ソフトバンク同点のランナーが出ています。走ってきた。キャッチャー二塁送球する。タッチアウト。盗塁。引っ張った。これはサードライナー。この場面で打席にはロペスが入っています。さあチャンスが続きます。まあここは同点にするためにも続く。変化球打っていった。ワンバウンドヒットになった。レフト前ヒット。さあバッターボックス田村。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ツーアウトになっています。打ちました。セカンド取る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。バッターボックス甲斐。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。東浜まずは先頭バッターを打ち取っています。次が2球目。2球目打ちました。ヒットになった。あっと強い当たり取れない。ヒットバッターセカンド待って三塁に向かう。バッターランナーは三塁到達。バッターボックス浅村。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放って、インサイド落ちました。わずかに右に切りました。ファールボール。きれいに落としてきました。ノーボールツーストライク。ランナーここはスタート切りません。4球目は何で来るか。打ちました。痛烈な打球。変化球で空振りを取ります。ソフトバンクホークスが僅差で勝利を収めました。